皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2019年後期放送の NHK 連続テレビ小説、スカーレットでヒロイン戸田エリカ、35の夫役でブレイクした松下光平、37。その後、松下は20年10月期に東京タラレバ娘2020、日本テレビ系、21年10月期には、最愛、t b s 系、で吉高由里子、35、 の恋人役を演じ、他にも春、32、八広瀬アリス、29、川口春奈、29といった人気女優の相手役を務めてきた。もはや、松下抜きで今の恋愛ドラマは成り立たないかにも見えるが、実は賞味期限切れ間近とささやかれている。テレビ関係者が異変を感じ取ったのは、今年4月に鳴り物入りでスタートした日本テレビ系の大型音楽番組、 の視聴率が思いのほか伸び悩んでいるためだ。写真、有働由美子、顔面負傷は早朝の泥酔転倒で、ニュースゼロ卒業で周囲が懸念する酒癖と体調深夜の報道番組、ニュースゼロから移動した有働由美子、55と、アーティストナビゲーターとして有ウ働ウをサポートする松下の MC は、 レギュラー放送前の2時間スペシャル番組でナンバーアンダーバーアイを民放初出演させたこともあり幸先の良いスタートを予感させたところが結果は同時間帯の民放で回をさまようことに直前の「ああみんなの動物園」が終わった瞬間に他局に移る視聴者が多く視聴率は全番組世界一受けたい授業から半分以下に落ちてしまった 松下は役者としては、この4月期の連続ドラマ、キューボーダー TBSK に川口春奈と恋に落ちる記憶喪失の青年を演じている。だがこちらも初回から大苦戦、松下は出演番組が立て続けに数字が取れない状態に陥っている。キューボーダーの脚本は恋は続くよどこまでも、や、聞かざる恋には理由があってで好評を得ている金子有沙氏のオリジナルで、 前評判も高かっただけにこの視聴率の低さは想定外だろう。また新垣結衣35からバトンを受け継いだ「お疲れ生です」の通称「丸 f 朝日生ビール」の売り上げも頭打ちとなれば周囲から「賞味期限切れ」がささやかれても仕方のないのではないか。もちろん全てが松下のせいではないにせよこの立て続けの数字の悪さは「運が悪い」 としか引用がない「光る君へ」で吉高由里子との黄金コンビが復活松下の不審を深刻の受け止めているのは5月26日放送分から松下がサプライズ登場する NHK 大河ドラマ「光る君へ」のスタッフたちだ NHK は脚本を担当する大石静香氏と話し合いを重ねオリジナルキャラクターを作り上げ 中盤での盛り上がりに光留を維持して登場させるのが松下という展開に大幅な期待を寄せているという。松下の起用は、最愛で見せた吉高との黄金コンビの復活でしょう。殺人事件の重要参考人とそれを追う刑事が心の奥では惹かれ合っているというドラマチックな、最愛の若い視聴者たちを新たに取り込もうと狙っているわけです。テレビ関係者 NHK の思惑通りになればいいが光る君への視聴率の足を引っ張ることになれば松下の賞味期限切れ説がいよいよ信憑性を増してくる。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。